いけど間違いない。メバン出す。来ないで。
が冷たいままだわ。外傷はない。意識も戻っている。ただ生命力が低下してるんだ。これ以上は中魔法をかけるよりも里に戻って着替えや手当てをした方がいい。急ごう。こんな時に。マトちゃん、この子を預かって。この遺跡の周辺に潜んでいた獣が騒ぎでこちらに気づいたか。とすればまだ増える可能性もある。時間がない。マトシャ、君はその子を連れて里まで走れるかい？そりゃできなくもないけど、ほら一人でなんて。そんな。獣を引き連れて里の方へは行けないわ。こいつらは私たちがここで必ず倒す。だからあなたも勇気を出してその子を救って。わかった。ほら先に里へ戻る。それじゃあ作る。行って、マトシャ。怖くない。生きる者は苦痛を知り、災難を知り、道の傍らにはいつも死が口を開いている。やだ。シンクは、しかしお前を弱くはしていない。焼けた鉄に振り下ろされる土に似てお前を強き剣と。いいや、だが君たちを守るものだ。助けて、この子を助けてあげてください。ケラシャウトメバンの大事な子なんだ。どうやらそんなチビでもお前がなんだかわかるらしいな。よく頑張ってくれた。ひとまずパーラカの里までも来ろ。となればあとは相棒たちだな。まあ空から見たあの様子なら俺が出るまでもなさそうだ。
これでここは片付いたわね。急いでマトちゃん追いかけないと。どういうこと？追わなくていいの？よう、ずいぶんと盛況だったみたいだな。エスティニアン、そうか、君がマト社の援護？こっちの助けに向かおうって決めたのも、走っていくあいつを見つけたのもブリトラだ。今は里まで送り届けてる。ブリトラが人の前に。彼は大きな決断をしたのだね。まあな。お前たちもこのまま合流するか？待って、その前に一つだけ。メバンさんを引き上げてあげたいの。しっかり抱いていてくれたおかげで赤ちゃん大丈夫だったって言ってあげなきゃ。それでせめて遺体を旦那さんのところに手伝ってもらってもいい？